はい、こちらのねお絵かき心理テスト前回ね115問やったんですね。そしてね続きまた次回やりますとか言って1ヶ月2ヶ月半年過ぎたの状態なんですけど、これをねやっていこうと思います。前回もちょっといろんなマリンの本性があらわになってしまいましたが、やっていこうと思います。鼻毛を描いて、いや鼻毛を描いてか、いや船長鼻毛があまり好きじゃないな。まあ、ボボボボボボボですか。ドンパッチ描くか。ドンパッチ、あでもなんかどことなく似ている。電学マンも描くか。待って、電学マンってなんかこんなんついてた気がする。ピカミンじゃねえかよこれ。まあ、ここまで来たら所天之助も行くべき。待って、天之助の顔忘れた。ちょっとペンが太いのでね、これで勘弁してください。これ以上書き込めないんで。あなたは〇〇が多めかも。〇〇って何ですか。肌毛をたくさん描いた人は男性ホルモン多めです。これどうなん。肌毛としては5本しかないから言うて少ないか。マリンはね、もう女性ホルモンムンムンな女なんで、まあ男性ホルモンとはちょっと違うかもしれませんね。ある日突然ほくろが出てきた。どこに出た。ほくろって突然出てくるもんなん。女はね、泣きぼくろがセクシーなんでね、やっぱあってアドな場所に出てきてほしいので、あってアドな場所、はい、泣きぼくろ。でも泣きぼくろとかがやっぱあったら嬉しいかなという感じなんでね。あとはね、朝日奈みくるちゃんばりにおっぱいにね、ちょっと無意識化に垂れ乳を書いてしまいました。やはり脳内深層心理で自分の乳が垂れていることを気にしているのか、あ流れるように垂れ乳を書いてしまいましたが、やっぱ胸とかにね、こうやってみくるちゃんのようにおっぱいにほくろがあるとセクシーで、なんで右側ばっかりにほくろが集中しているんだろう。右側ばかりにほくろが集中していることが気になったマリンは、お腹のこの辺にほくろをね、左側にもバランスをとっておこうかなと思いました。なんならもう一個欲しいな。ちょバランス左右対称に取るのならば、まあ、内ももとかにあったらね、よりセクシーなのかなと思いました。はい、こちらで行かせていただきます。丸々してほしいところがわかります。はぁ、あ、なるほど。いや、キスしてほしくないですよ。言っときますけどね。そこはあなたがキスしてほしいところです。いや、違います。こんなところ気持ちよくないからキスしないでください。泣いちゃうんで。やめてくださいね、こんなところ。小箱をパカ。何が入っていた？あ、デンジャラス。マリンスメー。あほーい。あ、君たち開けてくれたんですか？マリンの箱を。通称マリ箱。いや助かります。このまま一生この箱の中で暮らすのやもうと思っていたので、全裸でいいか。全裸で入っとくわ。ここ、あなたが芸人だったら、いや芸人じゃない、アイドルなんですけれども、高価なものツッコミ担当、変なものボケたってことはツッコミ担当か。なんでやねん、なんでやねん気持ち。幼少期の自分から手紙が一言だけ大きく書いてあるけれど、なんて書かれていた。え、むずいな。幼少期のマリンから手紙か。子供の頃ね、よく将来の夢が何回も船長変わってたんですけど、一貫して子供の頃目標にしていたことが一つありまして、そのために刺激してきたと言っても過言ではない。これあのマリンの最重要事項だったんで、絶対おっぱい大きくなるという目標がねずっとありましたので、まあ子供の頃書いたと。え、将来ビッグになれるかも、おっぱいが。あなたが将来書くベストセラー級の本のタイトルです。わ、でも売れそう。おっぱいは大きくなりましたか。え、これ買っちゃうよね。育乳本としてどのようにすればおっぱいは大きくなるのか、これは欲しい。普通にバナナを好きなだけ書いてみて。ドンキーコングじゃんこれ。何本あるこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 本。理想の回数、理想バナナの本数あなたが1週間にしたいエッチの回数です。10回、1週間7日、10回か。まあ、1日2回する日もないといけないという感じですかね。まあ、1日1回して7回したとして、残り3回足りないとなりましたらば、最終日にね、日曜日にまとめて日曜日に4回すれば、まあなんとかなるかなと。一度だけ使えるタイムマシン、何年前に戻る。ちょっと待って、マリンにはね戻りたい年がね明確にあるんだわ。24年前。あなたの丸々したい人数が、ええ、そういうこと。あなたが生産したい人間関係の数です。24、多いな。さよなら、さよなら、さよなら、もうすぐ外はにょにょにょ。でも24人もいませんけどね、生産したい相手なんて。謎の料理を発見。どんなキャッチコピーがついていた。なんかこれモザイクエッチだな。エロい、ぜひご賞味ください。あなたのあれのそれがわかります。あれのそれ。あなたのエッチのテクニックです。エロい、直球じゃねえかよ。オブラートないじゃねえか。もうめちゃめちゃ直球。茂みの向こうに何かが
それは何だった？んー、コロネスキー。あなたは気づかないふりをしてるだけかも。なんだろう、生き物を描いた人は現在誰かに好意を持たれています。コロネスキーって生き物、生き物かすぐに名前が思い浮かぶ異性の名前を3人書いて。異性と言われても難しいわね。じゃあ一味、ヤゴ、コロネスキーまあ一味ヤゴ、コロネスキーですかね。あなたの本当に好きな人がわかります。ちょっと待って、これコロネスキーだったらやばい大丈夫？あ、コロネスキやっぱマリン自身がね、やっぱコロネスキーだから、やっぱあれなんかな、仲間意識が仲間意識があんのかな。爆弾がもうすぐ爆発しそう。どこを切れば止まると思う？どれ？じゃあ爆弾、ちょっと待って、どこを切れば、ここ、 D で行きます。こっちはフェイク、ここはフェイク、これが真の爆発と見ました。あなたの結婚適齢期がわかります。え、 A 20代、 B まさかの10代、 C 30代、 D 40代しゃあ、まだまだ参るぞ。セーフセーフ、安心しました。あと10年、違う、あとなんだ、23年。恋人と記念にプリ取ったよ、一言書いて。君たちですか、これは。出産、育児、一生逃がさん、これでいきます。まるまるこのセリフ、わかりますはらんでんじゃねえかよ。責任取らずに言ってんじゃん。ちょっと1から24で一番大人っぽい数字は、うん、24。当たり前だろマジで。あなたの考えてることがわかります。一日にこの数字の時間だけエッチなことを考えてます。終日ちょっと考えさせていただいてます。キノコを描いてみて。やだ、もうやめてくださいよ。なんなんですかこんな、嫌ですね。ちょっとまずいか、大丈夫？まあこれキノコ、あなたが今後た送る人生です。柄物キノコ、刺激的な人生、大きいキノコ、穏やかな人生、太いキノコ、裕福な人生。はい、マリンは穏やかで裕福な人生を送りたいと思ってます。君たちのキノコで送らせてください、マリンに素敵なライフを。この絵はどんな天気か描いてみて。さすがにこれはピーカンバレな雰囲気が出てますけどね。この辺からさ、日が昇ってきてさ、雲一つないみたいな感じがいいんじゃないですか。あげあげぶち、ちょっとやめてくださいよ、そんな、なんか汚い言葉を使うのは。明るく好転なものを描いた人ほどあげんです。あー、まあそういうことです。キマチ、マリンについてくれば成功間違いなし、転職必ず成功の、君たちの人生を盛り上げる、大いに盛り上げる報酬マリンです。部屋の隅で子供が泣いているよ、あなたはなんて声をかける？そうですね、マリンだったら、私がこうして喜ばなかったものはいなかった。自分が傷ついた時はこんな風にさせてほしいと思ってます。おっぱいが吸いたい。できればノエルのおっぱいがいい。ターザンはなんて叫んでる？ターザンってでも、あーって叫ぶんでしょ？あーかっこ発声練習。あなたの魂の叫びがわかります。なんでこんな時まで発声練習してんの？マリンは声帯結節やっちゃったからか。可愛い声で達するには発声練習も必要なんですね。なえるわ、なえんといて。マリンの出す声ならどんなもんでも興奮しますよね。